マジで今日は本当に一番かっこいいラグビーしよう、俺らが。で、今年俺らでやった最後だけど、俺たちが目指してきたラグビーは、もう愚直に体張って、体ぶつけて、俺らの方がちっちゃいけど、東大にタックル刺さりまくって、で、見てる人たち任せようぜ。よっしゃ。頭はクールに、でも熱い闘志を燃やしていきましょう。しゃー、やったねー。しゃー。京都大学ラグビー部創部100周年記念、第100回京都大学東京大学定期戦、静岡県の袋井市にありますエコパースタジアムからお伝えします。リーグワンの静岡、あるいはサッカー J リーグのジュビロ磐田のゲームも行われるこのエコパスタジアム、2019年のラグビーワールドカップの舞台にもなりました。これから100回目の京大東大の定期戦が行われます。では放送席のご紹介です。前年度の両チームのキャプテンにお越しいただいています。京大前年度キャプテンの水野武さん、東京大学前年度キャプテンの杉浦郁美さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは京大前キャプテンの水野さん、今年は京大どんなチームになってますか？はい、そうですね、まずは単調にならないアタックというところを目指してやってます、はい、あとはもうとにかく前に出て出るディフェンス、はい、あとはこれは渡辺選手に、キャプテン渡辺選手に言っといてって言われてるんですけど、とにかくスクラムは勝つので。京大の選手、決して、まあ、京大と比べると体大きくないんですけど、そのタックルにはかなりこだわりあるっていうことですよね。そうですね、今日も前にガンガン出てタックルしてくれると思うんで、タックルにはぜひ注目していただければと思います、はい、多彩な攻撃とタックル、スクラムに注目の京都大学です。そして東大前キャプテンの杉浦さん、はい、東大今年はどんなチームでしょうか？そうですね、本当にフィジカルのトレーニングに、はい、必死に取り組んできた代なので、でテーマとしてドミネートするっていうのを挙げているので、はい、その鍛えたフィジカルを生かして激しいアタックを見せてくれるかなと思います。東大はフォワードの平均体重がもう一人もう100キロに迫る98キロ99キロっていうところなんですよね。そうですね、やっぱり未経験が多いので、はい、そのフィジカルの部分から鍛え直して、でそこで勝負するっていうのが東大の伝統みたいな、注力しています。初心者が多いながら体を大きくしているという東京大学のフォワード陣も注目です。この京都大学と東京大学の定期戦というのは、東京大学のラグビー部にとってはどんな位置づけのゲームになってますか？やっぱり理屈を抜きにして絶対に負けちゃいけない試合っていうのが、はい、やっぱりあるので、本当にプライドと意地をかけた戦いになるかなと思ってます、はい、一方で京大ラグビー部からこの定期戦というのはどんなゲームでしょう？そうですね、同じくもうとにかく負けたくないっていう気持ちが選手たちみんな勝ってると思いますので、毎年とにかく勝ちにこだわって、その気持ち強く持ってやって取り組んでますよ、まあ、去年は惜しくも敗れるという形でしたけど、はい、飲み会で最後みんなめっちゃ泣いてたのを思ってますんで、はい、いやぜひね、今年はちょっとやり返してもらえればと思ってます、まあ、この正式なリーグ戦などではないんですけど、やっぱそれだけ思いがこもってるんですね。はい、ではゲームの開始まで少々時間がありますので、両チームのスターティングメンバーをご紹介してまいります。京都大学のスターティングメンバーですが、1番脇、2番渡辺、3番佐藤、4番佐竹、5番草野、6番高原、7番笹井、8番中山というフォワード陣です。そしてハーフ団は両方とも2年生、スクラムハーフ9番野沢、スタンドオフが大鶴です。バックス陣が伏見、日の坪、村上、加瀬、久下というメンバーです。対する東京大学は後藤、安富、笹又、岩下、そして、塩谷、松本、雪竹、木村というメンバーです。海藤、玉寄せのハーフ団、鈴木、平岡、西久保、大山、そして国枝キャプテンというバックス陣です。キックオフに先立ちまして、グランドでは谷村盾の返還式が行われます。東京大学の国枝キャプテンが谷村盾の返還を行います。
国枝キャプテンから京都大学ラグビーフットボールクラブ水田会長に種村盾の返還が行われました。グラウンドでは谷村盾の返還式が行われました。両チームのリザーブのメンバーも紹介していきます。京都大学16番朝比奈、17番宮田、18番横山、19番宮崎、20番梅園、21番小向井、22番柿本、23番宮原、24番平井、25番山口というメンバーです。対する東京大学のリザーブのメンバーですが、16番が河内、17番が味方、18番が池上、19番内藤、20番在木、21番前川、22番杉井、23番吉村、そしてジャージの関係で8番をつけてリザーブの奥山、14番をつけてリザーブの石澤という面々です。全25人が両チーム登録されています。今日のエコパスタジアムは快晴、雲はほとんどありません。今のところ風もどちらかの方向に強く吹いているという感じではなさそうです。バックスタンドからメインスタンド側に風向きとしては吹いています。さて京都大学の前年度キャプテンの水野さん、今年の京都大学はどんなチームになっているでしょうか。そうですね、とにかく多彩な攻撃を仕掛けようっていうことなので、アタックはそういった多彩な攻撃が見れるのかなと思っています。あとは、まあ、ディフェンスをしっかりと上げてプレッシャーかけていくとは言ってました、はい、あとは渡辺キャプテンに伝えておいてって言われてるんですけど、はい、スクラムは絶対に勝ちますということなので、はい、ぜひ注目していただければと。渡辺キャプテンは2番フッカーのポジションですから。そうですね、まあ、それに、はい、こだわりのところだと思うので、はい、一方で杉浦さん、東京大学は今年のチームはいかがでしょうか。はい、今年のチームはとにかくやっぱり体作りに注力して頑張ってきたので、はい、非常に力強いアタックが見られるんじゃないかなと期待しています。はい、まあ、フォワードの平均体重でいうと東京大学の方が、まあ、10キロ近く重いんですが、まあ、一方で京都大学のその渡辺キャプテンの思いのこもったスクラムが見られるかというところ注目です。まずは東京大学が画面右から左に向かって攻めていくキックオフということになりそうです。緑と黒のジャージが東京大学、紺のジャージが京都大学です。京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦、今キックオフです。キックオフのボールを取ったのは京都大学、見えているのは京大陣内の22メートルラインです。今見えている2番がキャプテンの渡辺、京大のキャプテン渡辺です。風はバックスタンドからメインスタンド側です。ハーフウェイラインを越えたところ、見えているのは京大陣内の10メートルラインです。さあ、東大前年度キャプテンの杉浦さん、はい、改めて東大、まあ、フォワードの平均体重が1人もう100キロ近いというチームですけど、はい、この体作りっていうのは東大はどんなところに取り組んでいらっしゃるんでしょうか。とにかくきついトレーニングっていうのと、はい、食事すごい気を使って、それぞれ栄養とかも考えながら自分で取っているので、そこもすごい強みかなと思います。チームでこうみんなで体を大きくしていこうっていうのはやっぱりあるんですね。そうですね、はい。ロックの塩谷が行きました。背番号5、2年生です。この選手も180センチで99キロあります。スクラムハーフは海藤、ハイパントを使って競り合う。どちらのボールになったか、京都大学がボールを取りました、はい、14番の加瀬です。自陣から攻めていく京都大学、背番号4は佐竹、背番号3は佐藤光明、3年生です。ここでタッチに出て今日最初のラインアウトということになります。
やっぱり京都大学は言ってた通り、はい、しっかりとディフェンス前に出てプレッシャーかけれてるかなと思うので、このままねしっかりとアタックもやってもらえればと思います。まあ、体の大きさでいうと、まあ、ちょっと不利な部分もあるんですが、はい、そうですね、その分前に出て、はい、さっきもいいタックル何本か見れたんですけど、うん、このままナイスタックル続けてほしいです。はい、まあ、京都大学の渡辺キャプテンはもうとにかく主導権を握るディフェンス、やったろうぜという合言葉で大きい相手にも低いタックルで立ち向かってきたという1年だったそうです。あ、ここで13番の西久保選手がちょっと出血でしょうか、グラウンドから一旦退きます。東京大学の今日の最初のラインアウト、一時交代でしょうか、選手が入れ替わります。東京大学の22番をつけた杉井がゲームに入っていきました。さあ最初のラインアウトですが、7番の雪竹、181センチの選手が取りました。ハイパント追いついたか、ここはハイパントつながりませんでした。アドバンテージが出ています。反則のなかったチームに有利な状況になっているときはゲームがそのまま流れます。自陣の22メートルラインです。多彩な攻撃が持ち味の紺のジャージ京都大学、自陣の10メートルラインまで来ました。お、スクラムハーフの野沢が今ちょっとダミーも入れていきましたね。水野さん、そうですね、9番の野沢くん、はい、視野が広くて今もいいキック、あ、これは素晴らしい、はい、決まりました。野沢くん本当に視野が広くて、はい、で技術もかなり高いので、今日野沢くんからいろんな、はい、攻撃点生まれるかなと思って見てます。これ兄弟が スクラムハーフの野沢とスタンドオフの大鶴と2人とも2年生なんですよね。そうですね、彼ら前年度 の、 この定期戦も出てましたので、はいはい、おそらくその悔しさも持ってると思うので全面にぶつけてほしいです。そしてチャンスのラインアウトです。京都大学先制のチャンス、2番の渡辺キャプテンが見えています。ゴールまではあと15メートルほど。このモールはいかがですか。そうですね、彼らモールもかなりこだわり持ってるんで、はい、もうトライまで行ってやろうと思って押してると思いますね。そうですね、腕肘のぶつかり合い、そうですね、はい、ここは毎年前半4分を過ぎたところですが、ここは反則がありました。東京大学のスクラムという風に変わります。今の一連のモールのプレーはどうご覧になりましたか。そうですね、やっぱり東大もこだわってやってきてるので、この体重っていうところも武器にして、はい、いいモールディフェンスができてるかな。そして今日最初のスクラム、まあ、東京大学としてはもうかなり深いところで、まあ、プレッシャーもかかるスクラムだと思うんですが、そうですね、やっぱりこのフロントローの人間も去年から出てるプレイヤーなので、はい、ただ彼はもうあの大学からラグビーを始めたので、はい、それでもしっかりかなりいいスクラムを組んでファーストスクラムを期待したいと思います、はい、東京大学は1列目後藤、安富、笹又というメンバーです。対する京都大学は脇、渡辺キャプテン、そして佐藤光明という3人がフロントローを組みます。兄弟の渡辺キャプテンはもうスクラムは絶対負けないという試合前の話。さあ注目のファーストスクラムです。おー、知ったんですよ。おー、素晴らしい。いやー、今のスクラムどうでしたか、水野さん。いやー、まさに期待通りやってくれたなと思ってますね。喜んでますね、かなり。ナンバー8の中山も大きなガッツポーズが出ました。今これね、前でチームメイトに声をかけているのが渡辺キャプテン。今のスクラム改めていかがでしたか。そうですね、もう今年リーグ戦何試合か見てもやっぱり、はい、あのカップスクラムで勝って上がってきているので、もうなかなか安心して見えるかなとファーストスクラムでは思いましたね、はい。まあ、ただこれからも東大さんもファーストあのスクラムはいつも維持持っていらっしゃると思うので、さあラインアウトモールからまた先制のチャンスです。5メートルラインはすでに切っています。佐藤、サイドアタック3番の選手、いや本当にここが意地の張り合いという京大東大100回目の定期戦。渡辺キャプテンが内側に行きます。1番は脇、近場を掘っていきます。そしてここでアドバンテージが出ました。東京大学に何か反則があったようです。京大は思い切って攻められます。5番は草野、加瀬君ですかね、はい、あの奥で一番開いてるので、はい、おあと先制は京都大学、スク
クラブで流れをつかんでそのまま決めました。フォワードで粘り切りましたね。そうですね、はい、ここはやっぱりキャプテンが渡辺君フォワードっていうことで、はい、かなり練習してきてるところだと思うので兄弟としてはいい試合の入りできてるかなと思います、はい、トライを取ったのは6番の高原。この選手は5年生ということは、そうですね、僕の同級生ですね、はい、どんな選手ですか。もう彼はそうですね、もう嗅覚といいますかボールへの嗅覚、まずジャッカルが得意ですし、はい、あとはもう、はい、なんて言うんですかね、もうがむしゃらなプレー、特に注目なんでいいタックルも見れると思いますし、そうですね、ちょで 何よりもその去年やっぱり負けてるんで、彼がやっぱりこの試合にかける思いを一番強く持ってくれてるのかなと思ってるので、その気持ち存分にぶつけてほしいですね。そして大鶴のコンバージョンキック決まれば2点追加です。決まりました。京都大学が7点を先制しています。京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦、前半の8分を過ぎたところ京都大学が7点を先制しました。東京大学のリスタートキックです。さあ一方で東大前年度キャプテンの杉浦さん、はい、ここから東大どんなところを期待したいですか。そうですね、やはり先ほど水野君もおっしゃってましたが、やっぱり京都大学の多彩な攻撃をいかにしっかりドミネートして防ぐかというのが、はい、私たちの課題になると思うので、しっかり前に出るいいディフェンスを期待したいなと思います、はい、東大の青山和弘監督に話を聞きますと、このラグビーのスキル面のところは京大さんの方が上だと、その分自分たちはかわされないようにしっかりぶつかるというところで勝負をしたいという話でした。ここは京大のキックから東大にミスが出てしまいまして、東大陣内でのスクラムということになります。スクラム重要ですね。そうですね、見えているのは東大陣内の22メートルラインです。先ほど最初のスクラムでは京大が東大のペナルティを誘いました。まあ、ただ東京大学も、ね、2回目3回目修正も考えられますよね。そうですね、はい、組み方もいろいろ試してきている部分もあると思うので、はい、しっかりと修正してきてほしいところですね。1番の後藤、3番の笹又は体重100キロ超えです。さあ京都大学がスクラムボールを入れます。ほとんど場所は動かず、ただ京大がボールを出して野沢、センス抜群の野沢から大鶴、12番は日野坪です。22メートルラインを超えました。13番の村上、3年生ですがチームの中心選手です。再び野沢、センス抜群のスクラムハーフ、1年生の草野が突っ込んでいきました。背番号5、再び野沢から渡辺キャプテンです。継続して攻めているのは紺のジャージ京都大学、先ほどトライの高原が行きました。5番の草野を呼びます。この草野選手は1年生ながら水野さん注目の選手なんですよね。そうですね、やっぱり1年生っていうところでしかもフォワードですし、はい、そのフィジカル面でどうなのかなって思ってリーグ戦も見てたんですけども、はい、1年生でも全然体負けしなくて、もう安心して見てられますね草野君。あ、ここでドロップゴールを狙ったが、これはわずかにそれました。今の狙いはいかがですか。そうですね、大鶴君リーグ戦でも何本かドロップゴール狙っていて、はい、結構彼キックの精度高いので、そこは期待できる ポイントかなと思ってます、はい。まあ、7対0と京都大学がリードして今前半10分を過ぎたところなんですが、まあ、キックで確実に加点という狙いを見せてきました。東京大学のドロップアウトです。7対0と兄弟リード。11番は伏見、ハーフウェイラインを越えていきました。ここでノックオンか、ボールを落としてしまいました。東京大学のスクラムです。ゲームの頭で出血で出ていました西久保選手がここで戻ったという情報が入っています。杉浦さん、この西久保選手は非常に縦突破が強い選手と聞いていますが、どんな選手ですか。はい、身長は大きくないんですけど、はい、体重が90キロ超えていて、うん、コンタクトの強さがもう本当に化け物みたいな強さをしているので見ててすごい楽しいです、ね、
青山監督も西久保がラインブレイクしてくれるかどうかというのがこう東大としては一個の目安になってくると、そうです、ね、彼が突破してくるとそのまま流れに乗れるというような話がありました。さあ3回目のスクラム、海藤がボールを入れます。ここでスクラムで反則がありました。東京大学のペナルティーキックです。ペナルティーキックはタッチに出たところからマイボールのラインアウトということで東大としてはチャンス到来。キッカーを務める国枝主将は、はい、大学からラグビーを始めたんですけど、はい、サッカーをもともとやったのでキックもすごい精度が高くて、はい、注目ですね。ここはしっかりペナルティーキックで敵陣に入ってきました。国枝兼キャプテン、フルバックの選手、まあ、一つ下の台のキャプテンということになりますけど、はい、どんなプレイヤーなんですか？そうですね、本当にすごい真面目に取り組んできて、はい、でみんなからの信頼感も厚いプレイヤーで、未経験なんですけどそれを感じさせない、すごいかっこいい男だなと思って後輩ながら見てます。まあ、先ほどフォワード陣の話でもありましたが、東京大学はラグビーを大学で始める子も結構多いんですか？そうですね、はい、4割ぐらいは未経験なんです。あ、はい、でその中でスタメンとかも、はい、結構さっきのフロントローで入ってたメンバーもいましたけど、はい、かなりいるので、その活躍が今日も期待されますね。そしてその東大が一気に敵陣まで入ってきましたが、アドバンテージが出ていましたでしょうか。少し戻されます。さあ東大としてはここチャンスですね。そうですね、はい、うちもやはりモールはこだわってきた部分なので、はい、これタッチ出してモールで狙いに行くのかなというふうに見てます。アドバンテージのところから再びペナルティーキック、ゴールラインまで5メートルほどのところでラインアウトです。モールもやはりこだわってますか、東京大学。そうですね、はい、フォワードの意地っていうのはやっぱり東大のスコアパターンの一つとして武器になっているところなので、はい、ここの5メートルのところっていうのは非常にチャンスかなと思います。はい、先ほど京大はモールでチャンスを作りましたが、東大はこのチャンス生かせるでしょうか。安富がボールを入れます。モールで行きます。じわっと押していく、5番の塩谷2年生が持っています。押していく、ここでまだ塩谷がボールを持っている。そのまま行く、飛び込んだ、東大トライを1つ返しました。いや、そのモールから行きましたね、杉浦さん。そうですね、はい、いや、このやっぱこだわってきた部分で、しかも今トライした塩谷もここからラグビーを始めて、あ、非常に嬉しいですね。2年生の塩谷トライを取りました。7対5、2点差、ゴールが決まれば同点ということになります。この塩谷選手は野球部からラグビー部にということで、ラグビー経験がだからまだ2年足らずということになると思うんですが、非常に努力家なので、はい、こういうところでその努力が実を結んで嬉しいですね。はい、そしてキックを蹴るのは14番の大山です。スピードのある選手なんですがキックも担当します。この大山選手はフィギュアスケートで全国大会に出てたこともあるという多彩な選手です。非常にステップも上手いので、はい、このあとボール持った時注目ですね。はい、やっぱフィギュアスケートならではのとかあるんですかね。ボディーバランスがめちゃくちゃ良くて、ちょっと手をかけられたぐらいじゃ全然こけないので、やっぱ出てますね、良さが。さあここは大事な同点のキック、フィギュアスケートも経験してきた大山です。難しい角度だが、ここは惜しくもそれました。ただ東大も1本トライを返しまして7対5です。前半15分を過ぎました。やっぱり京大前最初言い入りしたんですけど、はい、やっぱり一筋縄ではいかないなっていうところが、まあ、この定期戦だなっていう印象ありますね。はい、そうですね、毎年やっぱり接戦になるので、まあ、去年も22対17という接戦、ラストワンプレーというゲーム、はい、ここは両チームキックで陣地を取っていきます。フルバックの国枝キャプテンです。これはタッチには出ていない、長いキック、伸びすぎてしまいました。若干兄弟が風上なんですかね、ちょっとキック伸びてるな。そうですね、伸びてます。
そうですね、キックオフの時は、グラウンドをバックスタンドからホームスタンド方向だったんですが、今ちょっと左から右方向になってきてますね。さあハーフウェイラインからやや兄弟陣に入ったところでのスクラムということになります。東京大学のスクラムハーフは海藤、大学院の1年生ということで、はい、杉浦さんとは同級生、はい、今年も頑張って続けていて、はい、同期として誇らしいなと思って見てます。海藤選手はどんな選手なんですか？そうですね、本当にめちゃくちゃ上手くて、はい、今年もなんとかやってくれないかと後輩から頼まれるぐらいの上手さですね、はい、わー激しい突進です。今のがその東大最強のパワーの西高選手です。ドスンという音が放送席まで来ました。ただ兄弟もしっかり絡みついて大きなゲインはさせません。スタンドオフの球寄せ、ボールの行方は、あ、なかなかボールが、今東大がボールを取りました。12番平岡、兄弟陣内の 10m ラインです。ただ兄弟もいいタックル入ってるんじゃないですか？そうですね、はい、まだまだ全然タックルでやり返そうという気持ちもあると思うので。おー、素晴らしい。ただここはアドバンテージが出ていました。その前に反則があって東京大学のペナルティーキックです。敵陣でのペナルティーキックということで、杉浦さん、またモール期待できます ね、 そうですね、彼らも強みなので、はい、存分にあの相手の嫌がることを やってほしいなと思います。うん、まあ、青山監督に話を聞きますと、あ、距離はまだかなり30メートル以上あると思うんですが、ペナルティーキックでいくということです。今7対5、2点差ですので、このペナルティーキックが決まれば3点逆転ということになります。さあ、杉浦さん、この距離でのペナルティーキックを狙うという判断、どうご覧になってますか？そうですね、やっぱり毎年のことなんですけど、接戦を予想して、はい、この3点が多分後からすごい響くと、そういう予想でのこの選択なのかなと思ってます。はい、先ほどもコンバージョンを蹴りました大山が今確認を行っています。ゴールのほぼ正面ではあるんですが、やや距離があるところ、決まれば逆転です。東大大山のペナルティーキック、あーっと、ポスト、アンラッキーでした。東京大学、今マジかという声もあふれましたが、惜しかったですね。そうですね、はい、やっぱりこの兄弟との定期戦は何があるか分からないですけど、出てますね。はい、東大逆転のチャンスだったんですが、ここは惜しくもポストに阻まれました。ただボールをその後再び手に入れまして、お、相手の裏に蹴っていった、ナイスキックになりました。敵陣深くまで入りました。三枝君、本当に危険が伸びるんですよ。距離がすごいですね。キーパーだったっていうのもあるね。あー、なるほど。そしてこれが、まあ、新ルールの 50-22 ですね。そうですね、はい、東大が自陣から蹴ったボールがバウンドして、京大自陣 22m 内で出たので東大ボールですね。はい、さあ、一気に東大としては大きなチャンス決めてほしいところです、ね、そうですね。あと短いと、お、そのまま押していく、そのまま押していく、決めた、東京大学逆転。先ほどとは打って変わって速攻、2本目のトライを取りました。トライを取ったのは16番の松本ということになりました。今のトライいかがですか？そうですね、きっと準備してたプレーだと思うので、はい、これが決まったのは選手たちの中でも勢いがついてくる、今後に大きく影響するトライになったんじゃないかなと思います。1本目は同じようなところからしっかりモールを組んだのと、でそれが成功したのに違う形になりましたね。そうですね、はい、あの東大って基本的にやっぱり真面目にコンスタントに行くっていうのが、はい、あの多分京大さんも予想してるっていうのを読んでのこのプレーだったかなと思います。その相手の裏をかく、まあ、お互い知ってるというのも大きいと思うんですが、裏をかいてのプレーでした。さあ、大山のコンバージョン、現状10対7で東京大学リード、決まればさらに2点追加、点差が5点になります。
難しい角度大山。あ、またポスト嫌われてるな。ちょっと嫌われてますね今日は。いや、かなり難しい角度から精度高く蹴っていったんですけどね。そうですね、はい。まあ、しかし東京大学相手の裏をつく速攻で逆転に成功しました。10対7です。そして京都大学は先ほど一人足を痛めていたんですが大丈夫そうです。戻ってきます。14番の加瀬です。センスとスピードのあるウイングのプレイヤーです。京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦、10対7と東京大学が逆転して京大のリスタートキックです。さあ水野さん、いい形でトライを取ってまず逆転されて、さあここから京大どのあたりいいとこ見せていきましょうか。そうですね、今のシーンでもやっぱりこの敵陣深いところでもしっかりプレッシャーかけていってるんで、はい、まだまだやっぱり自分たちのラグビー自信持ってやってくれてると思うんで、まあ自分たちやってきたことを信じて、はい、あの今のペースでいいと思うので、はい、しっかりと戦ってほしいです。ここもいいタックル出ましたね。さあボールを奪うところまで行くでしょうか。ボールはまだ東大が持っているか。いや今のも相手をめくるようなタックルでしたね。そうですね、はい、やっぱりもう今日はもう彼らそのタックル何本もしに来てると思うんで、注目したいです。そしてこの時間帯はやや両チームハイパントが多くなっている。お互いにノックオンがありましたが先に京大のノックオンということで東大のスクラムになります。ちょっと光が、はい、太陽の光をかぶって眩しいんですかね。野沢君普段9番野沢君キャッチうまいんですけど、はい、珍しいなと思いました。これは東大サイドとしてはこの日の光も考えてちょっとこの時間気候めっていうのもあるんでしょうか。そうですね、この時間帯やっぱりあの拮抗してるっていうのもあってこのイーブンボールを作りに行くためにハイボールをたくさん狙ってるっていうのはちょっとしたのかなと思います。前半20分を過ぎまして10対7東京大学がリードしています。スタンドオフの玉寄せが抜けてきた。玉寄せ間にはもう誰もいない。そのまま飛び込んでいった。玉寄せの速攻、東京大学3本目をトライ、15点目を取りました。いや一瞬でしたね。そうですね、玉寄せは、はい、あのパスもすごいうまいんですけど、はい、スペースを見つけた時のランが非常にうまいので、はい、そこがすごいいい形で出ましたね。センスがあってクールな性格という情報なんですが、そうですね、これはチーム勢いづきますね。はい、いやまだまだゴール今だいぶ距離があったんですが一気に抜けていきました。玉寄君は結構1年生の時とかから試合出てますよね。そうなんです。なんか僕が2年生の時の定期戦彼のタックル受けたのを覚えててあの痛かったっていうのをめっちゃ覚えてて。そうなんですよ、体が大きいタイプではないんですけど、はい、刺さるようなタックルするのでこの後もいいタックル見れるのかなと。はい、そして今日は難しい角度からのキックが多かった大山、ここはゴール正面からのコンバージョンキック難なく決めました。2点追加、これで17対7東京大学がリードを広げています。東京大学が3本のトライと1ゴール、そして京都大学が1トライ1ゴールということになっています。前半25分を過ぎたところ京都大学のリスタートキック大鶴が蹴ります。いや水野さん、はい、京大もタックルはいい形で決まってるんですけどね。そうですね、はい、ちょっとまあ不運な形のトライかなと思っているので、まあ気にすることはないと思ってます、はい、まあ、東大の先ほどの国枝キャプテンのキックであったり今の玉吉選手のランだったりまあ、ちょっといい形にやられたなという感じですよね。そうですね。ただまあ気にしなくてはいいと思いますね、はい、まあ、自分たちのラグビーやってほしいです。まだまだそのこだわっているこの接点の部分ではまだまだ負けてないと。そうですね、はい、僕はそう思ってます。さあ渡辺キャプテンが入れて佐竹がすぐにボールをかき出します。見えているのはハーフウェイラインです。スクラムハーフの野沢、センスのある2年生、14番加瀬、あー抜けてきた大外、背番号5の草の1年生がここにいました。10メートルラインからさらに奥にというところ、スピードをつけた日の壺1人飛ばして11番の伏見が右サイドまで来て最後に1人22メートルラインを越えました。
水野さん、敵陣に入ると攻撃はかなり継続できてますよね。そうですね、ミスもなく、はい、うまくグラウンド広く使えてるのかなと思います。はい、15番の久下裏を使っていくが、ここは東大の選手が先に追いつきました。今のプレーはいかがでしょうか。今のはそうですね、やっぱりちょっとボール回しているっていう中で、まあ、東大も回しているのかなっていうところで、裏スペース空いたところを久下君がうまく狙ったので、はい、あ、ペナルティーもあったんですね。そうですね、アドバンテージが出てましたね。そうですね、あれいい判断だったと思います。はい、そして点差が今10点あるんですが、ここはペナルティーキックで3点を狙いに行きます。この判断は水野さんどうでしょうか。まあそうですね、あのちょっとトライで追いつきたいなって思うところ、はい、あの渡辺キャプテン、あの着実に追いつくっていういい判断したのかなと思います。やっぱりちょっと欲張っちゃって取れないっていうシーンもよくラグビーで見るので、はい、しっかりね、まだまだ全然焦ってないっていうことだと思うので、まあ、まだ前半も10分以上時間がありますし、まあ、着実に点差を詰めるということですね。そうですね、はい、2年生のスタンドオフ大鶴が蹴ります。ゴールほぼ正面です。決まれば3点、きっちり決めました。3点返して17対10、京都大学が7点差に点差を詰めています。まあ、京大前年度キャプテンの水野さん、まあ、連続でトライ取られてましたから、この3点が選手たちに気持ちの面ではどんな影響ありそうですか。まあ、そうですね、やっぱりまあ先ほども言った通り、まだまだ気持ち落ち着いてると思うので、うん、多分チーム内でもよし、このまま縮まってるっていう認識でできてると思うので、はい、まだまだ選手たちもあの落ち着いてできてると思ってます。はい、一度キックを使います。まもなく時計は前半30分になるというところです。京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦、得点は17対10で東京大学がリードしています。東大が3本のトライと1ゴール、京都大学は先制のトライとゴール、そして先ほどペナルティーキックを決めまして、17対10というスコアになっています。東大がラインアウトからボールをしっかり取りました。スピードをつけて走ってきた玉寄せ、この人のランが先ほどは炸裂しました。4番はいました。しかし京大は激しいタックル、ん、あ、ここで京都大学がペナルティーキックを得ます。7番の笹井君ですかね、タックルは、はい、彼はタックル本当強いんで、久々にこの前もちょっと OB として試合見に行ったんですけど、はいはい、よくこの強度でタックルしてるなって感心しましたね。はい、7番の副キャプテンも務めるという笹井亮次の、ね、ナイスタックルでした。いや、こういうタックルでボールを、まあ、相手のペナルティーもあって取り返すっていうのは、選手たちどんな気持ちになりますかね。もうそうですね、まあ、そのもうチーム全体を勢いづけますよね。はい、1年生の草野がボールを取りました。まあ、低いタックル、前に出るタックル、やったろうぜという合言葉で頑張ってきた今年の京大ラグビー部、そのタックルが一つ炸裂しました。野沢、ハーフェイラインからわずかに東大陣内に京大が入ってきています。11番の伏見、右サイドから攻めます。スクラムハーフは野沢、スタンドオフも大鶴、1番は脇です。チームで一番ウェイトを持ち上げるという選手、脇博則、背番号1の選手。今度は左です。15番は久下、12番の日野坪が抜けていきました。この選手は静岡高校の出身ということで、今日ゲームが行われています静岡県のエコパスタジアム、地元ということになります。11番の伏見も抜けていきます。京大東大定期戦第100回の試合、静岡県のエコパスタジアムからお伝えしています。キャプテンがボールを取りました。国枝キャプテン、京都大学のこういう短いキックとかが非常にうまいので、はい、ここをどううまく処理できるかが東大の課題になりますね。はい、
この敵陣に入られた時にどうボールを取り返すかというところもディフェンス課題になりそうですかね。そうですね、はい、ここはキックで一旦しのぎました。ここで、東大の1番の後藤が出血で一旦退きます。16番の河内がゲームに入るということです。ちょうどハーフウェイラインのところからのラインアウトということになります。今時計は32分を過ぎました。17対10、東京大学が7点のリードです。杉浦さん、この前半残り10分ぐらいという時間帯、はい、選手はスタミナ的にはどういう時間帯なんですかね。そうですね、やっぱりかなり苦しい時間にはなると思うんですけど、はい、今あのリードしているというのもあって、はい、前向きにプレーできるというところでしっかり思い切ったあの点差を広げるような状況を頑張ってほしいなと思います、はい。まあ、7点リードの状況ですが、もう果敢に追加点を狙っていくというような考え方ですかね。敵陣に入っていったのは京都大学です。スタンドオフの大鶴、2年生ながらリーダーシップもあるというスタンドオフです。着実にゲインしていきます。渡辺キャプテンが行きます。ボールキャリーとステップが得意というキャプテンです。3番の佐藤は体重100キロ超え。いや、水野さん、攻撃は本当に継続できてますよね。そうですね、はい、かなり調子いいのかなと。ああ、そうですか、はいはい。あとはこう最後東大のディフェンスを突破するのにはどんなところ必要になってくるでしょう。まあそうですね、やっぱりもう接点でもう少し前に出れたらなおいいアタックができるのかなと思うので。ここはキックを裏側に蹴っていきましたが、なんとか東大追いついたか。どうだ、ボールがこぼれるか。今のもナイスキックですね、はい、やっぱりああやってアタックに手詰まって無理に攻める必要はないと思ってて、はい、やっぱり裏のスペース空いてるところ15番クリゲ君をしっかり見てたので、で結果蹴り込んでマイボールスクラムが決まってるので、はい、いい判断だと思います。まあ、やはり東大の方がフォワードかなり体が大きいということで、まあ、どこかでああいうプレーもやっぱり効いてきますよね。そうですね、これでやっぱ東大も走らないとダメですし、はい、しっかり走らすっていう効果もあるのかなと。そして渡辺キャプテンでしょうか、やや遅れてスクラムのところに来ました。さあ、水野さん、最初のスクラムでは、まあ、ちょうど同じようなところで京大が押し込んで、その後このゲームのスクラム、まあ、何度かありましたが、今日のスクラムはどうご覧になってますか。そうですね、まだちょっと判断するのはちょっと早いのかなと思いますけど、まあ、このスクラムも、はい、今も声放送席まで聞こえてますけど、はい、両選手気合入ってると思うんで、まあ、兄弟としてはぜひ押してほしいですね。一方で杉浦さんは今日のスクラム両チームどうご覧になりますか。そうですね、やっぱりあの兄弟さん、あの体重はうちが勝ってるんですけど、組み方が上手いので、はい、ここをどうあの自分たちの組み方に持っていけるかっていうところが勝負になります。兄弟のフォワードの平均は90キロ程度、東京大学はもう98キロ99キロというところがありますが、それでも兄弟がスクラムで押していく。さあ、あとは飛び込めるか。飛び込んだ。キャプテンがこだわったスクラム、スクラムへ押し込んでトライ。大きな5点が入りました。最後はナンバー8の中山が飛び込んでいきました。渡辺キャプテンやってくれましたね。やってくれましたね、はい、もうまさに取りたかったトライだと思うので、このスクラムでのトライというところはこのチーム勢いに乗っていくんじゃないかなと思ってます。はい、スクラム前にお伝えした通り、フォワードの平均体重では1人当たり10キロほど差があるんですが、いや、京都大学やってくれました。パワフルなスクラムでのトライ、これで17対15、現在2点差です。この後に控えるコンバージョンキックが決まれば同点ということになります。なんかやっぱりわからないですね、展開が毎年のことながら、はい、前半今35分、まもなく36分というところで、京大が同点に追いつけるかのコンバージョンキック、大鶴が蹴ります。同点、決めました。17対17、京都大学追いつきました。
京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦は前半もう残り数分というところなんですが、17対17同点の熱戦となっています。解説には両チームの前年度のキャプテンお越しいただいていますが、まずは兄弟水野さん、はい、残り時間兄弟どんなところを考えてプレーしていきましょうか。そうですね、やっぱり前半リードして終わりたいというところあると思いますので、はい、もうこのまま陣地取ってもうトライ、もう1トライ狙いに行くのかなと思ってます、はい、一方で東大の前キャプテン杉浦さん、東大ではどんなプレー残り時間に行きますか。そうですね、やっぱり京都大学今いい形で継続をできているっていうところがあるので、そこをどうやってターンオーバーまで持っていくかっていう、はい、そこのただ倒すだけじゃなくてその先のボールを取り上げるっていうところまでを頑張ってほしいなと思います、はい、前半今37分を過ぎて、まあ、本当に残り時間が短くなってきたところです。さあここは東大が敵陣でのラインアウトということになりました。安富がボールを入れます。いやここは東大今日いい場所ですからね、はい、もうこの辺りからのラインアウトが今日は成功していたんですが、京大が修正してきました。7番先ほどいいプレーのあった笹井です。キャプテンの渡辺が見えています。いやここは水野さん、はい、大きいセットプレーになりましたね。そうですね、やっぱりあのエリアでちょっと点取られてるところが多かったので、はい、大きなプレーですね。4番の佐竹くんがスチールしましたかね、ラインアウトで、はい、4年生の佐竹、佐竹くんはね、はい、あのラグビーが嫌いで有名なんですけど、そうとは思えないほど練習激しくやってくれてるんで、はい、まあそれはそれでいいのかなと見てるんですけど、はい、いやでもここはビッグプレーになりましたね。そうですね、はい、さあそして再びラインアウトということになりそうです。この時間帯またちょっと冷たい風が強くなってきたでしょうか。バックスタンドからメインスタンド方向に吹いています。しっかり取った。さあ東大残り時間少ないところで突き放すことができるか。現在17対17同点です。ナイス、激しいタックルありましたが東大がまだボールを持っています。あ、ボールがこぼれた。京都大学ターンオーバー。今日の兄弟はボールを持つと継続できています。12番日野坪、またキックを使っていく。さあどちらの選手が先に追いつくか。兄弟蹴り出すという形になりました。水野さん、この裏の使い方いかがですか。そうですね、今も空いてたところ13番の村上くんですね、しっかり見てましたね、はい、村上選手は3年生ながら非常に能力高いと言っていますが、はい、今日はやっぱり見てても村上くんが持ったところから一気にラインスピードが上がってるのかなって思ってまして、で彼ボール持ってからの選択肢も多いので注目です、はい、その13番の村上は小中高と全てチームでキャプテンだったというところ。そしてここでアドバンテージも出て兄弟が押す。アドバンテージが出た状態で押し込んできたが押し切った兄弟。前半終了間際トライで勝ち越しました。22対17。この時間帯のトライいかがですか。いやこれ大きいですね、はい、もう前半もラストだと思うので、はい、もう大きなトライです。またナンバー8の中山のトライということになりました。今日2本目のトライですが、この中山選手はどんな選手なんですか。そうですね、彼はとにかくもう強いので、はい、まあまあモールでトライ取ってるっていうところなんですけど、特に注目してほしいのはタックルですね、はい、彼強烈なタックルするんで、あとは、まあ、そういうパワープレイヤーなんですけども、彼実は京大の医学部の生徒で勉強もできるっていうところ、はい、まあ、そこのギャップをねちょっと楽しんでもらえるかと思います。あの聞くところによるとチームの戦術リーダーも任されている。そうですね、今年も去年とはあのガラッと戦術を変えたみたいなんですけれども、はい、その戦術を中山君中心で考えたっていうことなので、そこでしっかりと頭脳を生かしてるんだなと思いました。そして決まれば2点、点差が7点に開くというコンバージョンキックです。やや角度があるところですが、これはそれました。しかし兄弟前半終了間際大きなトライが決まって22対17というスコアになっています。
場内の時計では今41分を過ぎたところですが、まだプレー続きそうです。東京大学のリスタートキック。ここで蹴り出す。前半終了です。100回目の定期戦、京大対東大、22対17、5点を京都大学がリードして前半終了ということになっています。放送席は両チームの前年度キャプテン、京大前年度主将の水野武さん、そして東大の前年度キャプテン杉浦郁美さんにお越しいただいています。でまずは水野さん、前半振り返っていかがですか？はい、そうですね、やっぱりなかなか簡単には勝たせてもらえないんだなと思って、いやもう見る側が緊張しますね。まあ、そんな中で、トライが3本1本という時間帯もあったところで、後輩たち盛り返しましたね。そうですね、やっぱりもう彼ら自分らのラグビーには自信持ってると思うので、そこをまあ信じ切れてるのかなと思ってます。後半はどんなプレー期待したんですか？そうですね、今いい形でアタックできてると思うので、今のペースでミスせず、しっかりとボールを回してでフォワードでも点取ってというプレーを続けてほしいなと思います。一方で東大前年度キャプテンの杉浦さん、前半振り返っていかがでしょうか？そうですね、ボールを持つ時間がちょっと短かったので、ディフェンスの苦しい時間が長い中でこのスコアに収めたっていうのはまず一つ、全然後半盛り返せるところかなと思うので、さっきも言った通りしっかりディフェンスでボールを取り上げるところをやって、そこからしっかり自分たちのアタックっていうところ、今年培ってきたものを見せてくれると、ここから勝利が見えてくるのかなと思います。まあ、ただそのボールを取ったら、国枝選手のキックだったり、田中選手のランだったり、いい攻撃のパターンというのはいくつかありましたよね。そうですね、自信ある部分はかなり持っているので、はい、うまい形を、自分たちの得意な形を作りに行くことができれば、全然これから分からない試合展開かなと思います。はい、前半終わって22対17という点数なんですが、昨年はゲーム通しての点数が最後22対17で東大勝ちということで、今年とはちょっと点の取り合いの様相ですね。そうですね、でもやっぱ見てる側としてはこういう試合が楽しいですね。やる側としてはちょっと、やる側としてはやっぱり取っても追いつかれて、はい、で追いついても離れてっていうのでしんどいと思うんですけど、はい、でも面白い試合です。ではこのハーフタイムを利用してグラウンドではセレモニーが行われます。ということで一旦この辺りで、前半終了ということで、また後半お楽しみいただきたいと思います。後半の最初の一本取るかどうか、これごっつい大事。分かるよな、分かるな、ここ集中だ、10分が集中、取らせない、で俺らが取るんや、ものすごい集中力持って後半のこと。よし、最初無理することなくドロップなりショットで発展差にしよう。敵陣入ったら絶対勝ってないし、さあ、ちょっとずつが持ちやるから絶対押し返せるから、あそこ絶対押しやすいから、8人があと全員 10% やすいから絶対抜かる。ちょっともうちょっとみんなパワー爆発させてるのよ、スクラム押すとこ押そう、はい、ドライビングボールが全部しっかり1個ずつ、ちょっと本当にあの20っていう20。はい、もうここだけやから。はい、行け。まず適度、ペナルティーのところしっかりやっとこう。あとディフェンスね、そこ持っていこうぜ。はい、はい、一回ディフェンス出そうぜ、ここで。しゃー、本当に私も思い切りいこう。しゃー、自分がやったよ。しゃー、しっかりやったよ。しゃー、しゃー、しゃー、しゃお。京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦、静岡県袋井市のエコパースタジアムからお伝えしています。前半終わって22対17、京都大学が前半逆転して折り返すというゲーム展開になりました。この試合解説は両チームの前年度キャプテン、京大前年度キャプテンの水野武さん、東大前年度キャプテンの杉浦郁美さんにお越しいただいています。さあ、もうあと数分で後半がスタートというところなんですが、まずはリードしている京大の水野さん、前半どう振り返りますか？はい、そうですね、ちょっと途中東京大学のトリッキーなプレーとかに得点取られて、ああどうかなと思ったんですけど、最後やっぱ後半は点重ねていい流れで出れたと思ってますし、はい、
さっきね、見たら笹井くんはニコニコしながら、はい、スタンドに手振ってるとこもあったんで、もう存分に楽しんでほしいと思います。一方で東大は杉浦さんどうでしょう、後半。そうですね、修正箇所は結構明確かなと思うので、相手の継続してくるアタックっていうのに、はい、そこに対してしっかりいいディフェンスをしてボールを取り上げるっていうところを頑張ってくれれば、自分たちのアタックさえできれば、はい、得点は取れるっていうのはもう分かっているので、しっかりと頑張ってほしいなと思います。じゃあ後半は東大のディフェンスが一つポイントですね。そうですね、はい、そして、まあ、お二人はまさに前年度両チームのキャプテンとしてこの定期戦を戦ったわけですが、1年経って、放送席から見るこの定期戦、お二人いかがですか？そうですね、はい、やっぱ今もう一回この緊張感味わうのはもう嫌だなっていうのはやっぱりでもそれだけ貴重な試合だなっていうのは思いますね。どうですか？そうですね、やっぱ本当にこんだけいいグラウンドを準備してもらったりとか、はい、含めてすごい貴重な場だと思いますし、このさっきリーグ戦じゃなくてこういう、はいはい、定期戦という場でこんだけ本当に命をかけて戦うみたいな場って本当に貴重なので、すごい最後まで楽しみきってほしいなと思います。まあ、お客さんもかなり入ってまして、まあ、タックルの動きなんかかなり歓声も上がってますよね。さあ、そしてその気合いの入った選手たちがグラウンドに出てきました。後半は左から右に東京大学が攻めます。右側に陣地を取るのが京都大学です。風は少し緩くなってきたでしょうか。前半ほど風は吹いてないようにも思います。得点は22対17、京都大学がリードしています。100回目の定期戦、京大のキックオフで後半スタートです。得点は22対17、東京大学が5点を追うという展開になっています。そして東京大学は選手交代がありまして、22番の杉井がゲームに入っています。杉井智也戦、誰よりも京大戦に熱い思いを持っているという選手です。後半から入った杉井選手はどんな選手でしょう？そうですね、はい、すごいディフェンスが上手なプレイヤーで、はい、でアタックの時はまっすぐに自分でスペースを見つけて、ランをいいアングルで入ってきてくれるので、はい、そういったプレーが見れるのが楽しみですね。はい、前半も出血の一時交代でゲームに少し加わっていました杉井です。前半ほどは風がない状況でのハイパント、ノックオンがありました。東大ボールです。ここはハイパントから流れをつかみました東京大学、敵陣に入ったところからのスクラムです。とにかく京都大学はこだわってきたという渡辺キャプテンを中心としたスクラム、前半はスクラムからのトライもありました京都大学。一方で東京大学、押し込まれる場面もありながら修正もあって、さあマイボールのスクラム、後半最初のスクラムということになります。ナンバー8の木村がスクラムの最後尾につきます。木村デイビス大使、2年生、彼はいいプレイヤーですね、はい、すごい野生味のあるプレーをしてくれて、はい、本能的にすごいいいプレーをするっていうところがあるので、はい、今日もオフロードとかで見れるんじゃないかなと思ってます。はい、その木村はナンバー8スクラムの最後尾についています。ここは京大に反則がありました。東大ボールですが、いやー、前半ちょっとスクラムで苦しい場面もあったんですが、修正してきましたね東京大学。そうですね、はい、やっぱり組み慣れない形でやってる部分はあると思うので、そこにしっかり対応できれば自分たちの重さ、フィジカルを生かして頑張っていけるのかなと思います。はい、そしてペナルティーキックで出して、その後マイボールラインアウトということになれば、東京大学は前半そこからいい形を何度も見せてくれました。ラインアウトからの攻撃は前半良かったですよね。そうですね、はい、やっぱりすごいこだわってここ練習してきているところだと思うので、はい、見せてほしいですね。はい、しっかりモールを組んで押し込むというトライ、そしてまあサインプレーで素早く初めてのトライという2種類のラインアウトからの攻撃を見せてくれました前半の東京大学です。さあ、22メートルラインの内側、お、京都大学がボールを取り返しました。あ、ここは自陣でのラインアウト、大きなプレーになりました。東大としては再び攻めていく、敵陣10メートルラインです。スクラムハーフの海藤、スタンドオフの玉寄せ、前半1トライ。
10メートルラインを越えていきました。はい、13番の西久保、東大で最も突破力があるというセンターの選手です。22メートルラインの内側、京大の野沢がボールを持っています。野沢君よく取りましたね、はい、後ろ向きでセンスあふれる2年生という話が前半ありましたが、キャッチの面でもそのセンス見せてくれましたね。そうですね、はい、彼キャッチがとてもうまくて、身長は低いんですけど、はい、よくキック処理させられてますね身長170センチという手元の情報ではあるんですが、そうですね、ここはキック処理で、おっと、ここはそうですね、傾いてきてるので、かなり灯台眩しいのかなと思うので、しっかりと処理ができるのがこの後半は課題になりそうですね、はい、そして、出てからの、ボールが先に出たということで灯台のラインアウトということになりそうです。このレフリーの旗を見ると風もまたしっかりと吹いてきているようです。これぐらい旗が揺れているときはどうでしょう、スローインは影響は灯台どうでしょうね。かなり難しいところだと思うんですけど、練習してきている部分も、はい、しっかり安定した今のいいスローですね近場に投げてきましたねあ、しかし京大がしっかり2人で捕まえた。12番の日野坪でしょうか、静岡高校出身の12番日野坪が相手を捕まえました。日野坪君はしっかりと練習積んできて、はい、もう努力が実ってるなっていうのを去年からもずっと見て思ってました、ね、2年生ということで、まあ、1年生の時から見てるということになると思うんですが、ね、はい、やっぱりもう日に日に上手になってくる。そしてここはハイパントからまた攻撃がつながるか、ここは野沢がボールを取っている。どうでしょう、この日の加減もありますが、ハイパントも、あ、そしてアドバンテージが出ています。東京大学アドバンテージが出ました。ノックオンがあったということでスクラムになります。やっぱりハイボール の、はい、ところで自分たちのマイボールできているというのは狙い通りだと思うので、しっかりと小さなゲームを積み重ねて、はい、やっぱり強いフォワードを使うために敵陣にいるっていうのが東大はテーマなので、今のところいい形でエリア取れてるのかなと思います。そういう狙いもあって、まあ、キック多めに後半使ってきてるんですね。そうですね、はい、そして先ほどはいい形で組めたスクラムということになります。前半はやや京大のスクラムで悔しい思いもしたんですが、東大は最初のスクラムでは相手の反則を奪っています。ちょっと笑顔も見えていますが、これどんなこと話してるんですかね。まあおそらく、はい、まあ、スクラムに関するコミュニケーションだと思うんですけど、まあ、よく見るシーンではありますよね、はい、まあ、バックスなので何喋ってるか全然わからないんですけどお二人は現役時代はバックスで活躍されたということですが、まあ、両チーム知ってる選手も多いんでしょうか、なかなか和やかな雰囲気も一方でありますね。そうです、たまにそうですね、バックスラインでもラインまたがって、はい、一言二言交わしてると、はい、兄弟と東大がやり取りしてたりとかもたまにあるんで、はい、これやっぱり定期戦ならではですね、このコミュニケーションは、まあ、4年間で毎年会っていて、で高校の同級生なんていうのも結構多いですよね。そうですね、はい、そうですね。さあスクラムの組み直し、時間は前半6分を過ぎたところ、東大のマイボールスクラム、京大陣内の 10m ラインと 22m ラインの間のところです。ゴールまではおよそ 30m。 今スクラムの後ろ、脇君、一番の脇君が、はい、前今多分チームで一番のパワーがあると思うんですけど、はい、彼は浪人して大学に入ってきたんですけれども、はい、浪人期間中に筋トレをしすぎてもう入学した頃にはチームで一番パワーがついたそれだけ強いプレイヤーですね、はい、一番の牧宏典選手。そうですね、はい、まあでも筋トレして京大にも受かってっていうことですね。そうですね、はい、さあその牧選手、そしてキャプテンの渡辺選手、3年生の佐藤選手という3人が京大の1列目、東京大学は後藤、安富、笹又という3人です。ここは東大がボールを取り出して右に行っていきます。 22m ラインを越えました。得点は22対17、トライを取れば同点です。お、裏も使ってくるスペースでが、どちらの選手がボールを取るか、よく戻りました、ね、なんとかキックでしのいだという形になりました
球寄せ左足のキッカーなので、はい、今の場面もよく裏を見てしっかりいいキック蹴れてましたね。球寄せ選手は前半ではランでいいプレーを見せてくれましたが、ここはキックでビッグチャンスを作っています。スクラムハーフの海藤がレフリーとコミュニケーション、2番の安富がボールを入れます。さあ杉浦さん、ここは一個同点の大きなチャンスですね。そうですね、はい、期待したいところですね。前半はラインアウトからいいトライがありました。ちょっとまっすぐボールを入れられなかった。兄弟としてはちょっとほっとしましたね。そうですね、はい、ちょっと僕もヒヤヒヤしながら見てたんですけど、まあ、あの位置から東大は前半いいプレーが何度もありました。ただ東大前キャプテンの杉浦さん、はい、まあ、相手ボールのスクラムですがいい位置ではありますよね。そうですね、はい、このヤーボのスクラムであのプレッシャーをかけるっていうのは東大もやっぱ結構テーマにしている部分があるので、はい、ここで狙いに行くんじゃないですかね。はい、兄弟は踏ん張りどころ、野沢がボールを入れます。あー、しっかり押してきた。東大のスクラムきっちり押していきました。あー、そして反則ということでもう一度スクラムということになります。今のスクラムいかがでしたか。最高ですね、これもうチームの士気はもうむちゃくちゃ上がりますよね。はい、そうですね、東大としては前半トライも取られたスクラムここで返せたのはでかいですね。いやでもこの1試合の中でもあのどちらが押し込むかが変わっていくもんなんですね。そうですね、はい、あのマイボールかヤーボーかでもかなりキープしなきゃいけないとか変わるみたいなので、はい、そこの戦いも見どころですね。さあ5メートルでのスクラム、東京大学同点のチャンス。ここはあまりゲインはできませんでした。6番の高原が絡んでいきます。今日は先制のトライがありました。14番大山、見えているのは京大陣内の22メートルラインです。ナイスディフェンス。ここで最後ボールを離せませんでした。いや水野さん、今の解説お願いします。そうですね、やっぱりあのボールが後ろ乱れたタイミングで影、はい、君とあと14番の加瀬君ですかね、しっかりとプレッシャーかけてそこで一気に畳みかけた、とてもいいプレーですね、はい、そして東大の選手が最後はボールを離せずということでノットリリースザボール、ペナルティーキックで陣地を回復します。いや今日は本当に兄弟タックルはよく決まってますね。そうですね、はい、でもやっぱこれだけいいプレーしてても、まあ、何度もですけど、はい、一筋縄ではいかないなっていうのは見とって思います。はい、前半10分を過ぎたところです。22対17、5点差、兄弟がリードしています。まあ、現在 OB の方を中心に150人以上の方にこの配信ご覧いただいているということです。100回目の定期戦ということになっています。まあ、今年は京都大学ラグビー部が創部100周年ということにもなっていますが、 OB のお目から見てこの100年という歴史、京都大学ラグビー部、水野さんいかがですか。そうですね、やっぱもう僕らが生まれる前からこの熱い定期戦はあって、はい、いやもうその中でこの100周年に関われるっていうのはとても光栄に思ってます。まあ、今年はこの100周年でのイベントも多かったということなんですが、 OB の方たちの交流とも含めて改めてこう部の歴史実感するような場面ってありましたか。そうですね、やっぱり、まあ、社会人になったんですけど、はい、私それでもやっぱりあの東大の OB の方と会った時は定期戦の話もよくして、やっぱそれだけどの代でも重要なものなんだなと実感しますね、はい、さあその京都大学がぐっと前進してきました。京大の溝口監督もまあ、この社会人になってからも東大の選手たちとは一生付き合うし、そういう意味でも貴重な定期戦という話をされてたんですが、まあ、水野さんは早速社会人1年目で味わえるからね。はい、あの蜜吸わせていただいてます。はい、いや、まあ、その100年の絆というところですね。はい、京都大学が攻めていく、抜けてきた抜けてきた、後半最初のトライは京大か。ボールがこぼれて東大にターンオーバーです。ただまだ敵陣ですから捕まえれば面白いところ。13番の村上、ボールこぼれた、東大がボールを持っています。松本、バイスキャプテン、東大のバイスキャプテンです。あ、巨大ボールを奪い返した、1点してチャンスです。ゴールまではあと4メートル、巨大の選手が集まってきます。紺のジャージ、サイドアタック。後半はまだ両チームスコアなし。渡辺キャプテン、後半流れをつかむトライは突き放す巨大のトライになるか、あるいは東大しっかりと踏ん張ることができるか。あー、抜けてきた、
後半最初のトライは兄弟粘り勝ち。最後は緑の髪を突き破りました。脇くんですね、一番。はい、もう浪人中にパワーを鍛えたという脇のトライでした。なお進化中の27点目を取りました。27対17ということになっています。やっぱり脇くんが突破したシーン、6番の高原くんしっかり後ろでついて、はい、2人でしっかり押し込めてたので、そこも徹底されてていいと思います、はい、後半は10分以上両チーム得点がなかったんですが、まずは京都大学が点差を10点に開くトライということになりました。そして後半もスタンドオフの大鶴がキックを蹴っていきます。27対17、決まれば2点追加です。大鶴剣のコンバージョンキック、決まれば2点追加。わあ、難しい角度ですが決めました。これで29対17、点差を12点に広げるナイスキックでした。京都大学スタンドオフの大鶴です。大鶴くんも京大の医学部、あ、はい、勉強もしっかりしてますね、はい、京都大学ラグビー部創部100年記念第100回京大東大定期戦、後半最初のスコアは京都大学ということになりました。さあ一方で杉浦さん、京大は昨年創部100年だったんですよね。はい、そうですね、はい、昨年その100周年の中で秩父宮で出演させていただいて、はいはい、で今年またエコパっていうこの大きな舞台で、はい、非常に恵まれているなと思います。去年はその100周年、あの100周年イヤーだったわけですけど、はい、その意味でのこう部の歴史感じる部分はありましたか。そうですね、やっぱりいろいろなところで OB の方と接する機会もあって、いろんな話を聞くこともあって、はい、でその中で自分たちのこの100年っていうのが本当に当たり前じゃないんだなっていうのを痛感させられるところも多くて、あの本当に貴重ないいあの場所にいさせていただいているなと思ってます。はい、東大が101年目、京大は今年が100周年という両チームの部の歴史です。11番の岸野君と24番ぐらいと変わりました、ね、はいはい、21番平井優太がゲームに入っています。平井選手はどんな選手なんでしょう。そうですね、彼はチーム内であの南アフリカ代表のシスリン・コルビーという選手によく例えられるんですけど、はいはい、とにかくステップが上手で、はい、あの今日ボール持った際に注目してもらえると思います、はい、あとはヘッドキャップがおしゃれですよねちょっと24番の選手を注目していきましょう、はい、平井優太が3年生ゲーム入りました。あ、この選手ですかね。そうですね、今後ろに、はい、今ボール、ね、ボール取りました、はい、水色のキャップですか。そうですね、はい、今南アフリカの話も出ましたが、エコパスタジアムは2019年のラグビーワールドカップが行われたスタジアムでもあります。ナイスタックル、あ、捕まえていきました。まあ、タックルした加瀬君、14番の加瀬君はラン能力がとても高いんですけど、はい、このタックルのシーンいいところでとてもいいタックルするので、はい、今日も何本かありますけど、まずタックルです。東大陣内の22メートルラインです。この時間帯は画面右から左に風向きが変わっています。京大が風上ということになるんですが、あ、ナイスキックでしたね。一気に陣地を取り返します。今のもそうですね、京大のボールになりますね。いや、今のキックいかがでしたか。そうですね、大鶴君、彼はもうずっとキックの練習をしていて、はい、かつやっぱり去年もやっぱこのグラウンドで、あ、このグラウンドじゃないですね、定期戦で、はいはい、出てたので、やっぱもう気持ちも強いですよね。あの京大の選手たちに話聞くと、
まあ、東大に勝ちたいっていうのもそうなんだけど、やはり去年の先輩たちが最後涙で終わってしまったと、笑顔でお別れをしたいということを話していましたが、さあその最高の1年を締めくくるための追加点、一気にゴールまであと3メートル。ああそうですね、京都大学現在12点差、さらに突き放すか、潜り込めるか。6番の高原、今日は先制のトライがあります。東大はこれ以上の失点は避けたいとこですが、ゴールライン上ボール見えています、あと1メートル、ポール際、ここはペナルティですね。もう一度仕切り直し。いやしかしここ杉浦さん、はい、東京大学としてはなんとか粘りたいですね。そうですね、はい、ここでやっぱり離されてしまうとかなり苦しい展開になるので、はい、ここは何としても止めに行きたいところですね。前半19分を超えて間もなく折り返し、20分が近づいてきています。29対17、12点差です。さあ渡辺キャプテン、ピックですかね。はい、さあぶつかり合いだ。このあたりの選択はどう分析されますか？そうですね、やっぱりフォワードとして手応えがあるのかなと思いますね、はい、なのでそのままこのピックで当たっていくっていう攻撃を選んだんだと思います。さあ京大追加点のチャンス、東大は踏ん張りどころ。前半20分、12点差、京大リード。100回目の定期戦です。ポール際、押し込めるか、一度下げる、バックスで来る、抜けていくか、抜けていったー。2年生スタンドオフ大鶴、大きな大きな後半2本目のトライです。いや最後はバックスできました。そうですね、大鶴君は名前を呼ぶ回数が多いですけど、やっぱりあれだけフォワードでしっかりとちょっとずつ前に出て、はい、東大の視野を内に集めている中でここで外に回すという選択はとても良かったんじゃないかなと思います。あのピックで行ってもうフォワードでもこのままこだわっていくのかなと思ってたんですが、そうですね、突如、はい、あの反対サイドの選手が動いてアタックしてたのでとても不意つけたのかなと。まあ、今年は多彩な攻撃が持ち味ということですが、そのあたり出ましたね。そうですね、はい、しかも今日はもう、まあ、パス回す中でほとんどミスがないので、はい、なかなかいいラグビーできてるなと思います、はい、前年度キャプテンの水野さんも太鼓判のこの前半の戦いぶりで後半の戦いぶりです。よくやってます。あ、そして一人選手がここで交代のようですが、また入り次第お伝えします。グラウンド上では先ほどトライを取った大鶴がそのままコンバージョンキックです。現状34対17、さらに2点を追加できるか、大鶴です。おー決まりました。この一番難しい角度から決めていきました。36点目を京大が奪うという展開になりました。そして京大は17番の、大学院の2年生です、宮田がゲームに入りました。3番のポジションに入るようです。そしてグラウンドでは東大が早いリスタートキック。さあ東大の杉浦さん、はい、後輩たち残り時間20分どんなプレー期待したいですか？そうですね、もうとにかくきついトレーニングはもう積んできているので、はい、もうあとはその今まで頑張ってきたところをもう折れずに出し続けるっていうのが、はい、もうこの後の時間帯大事だと思うので、そこの折れずにしっかりメンタルからあの頑張ってほしいところですね。前半のあの時間帯が来るとポンポンとトライ取るシーンはありましたよね。そうですね、はい、あの多分自分たちのあの持てる型をしっかり出せれば、はい、っていうところだと思うので、この今京大さんやっぱりタックルが非常にいいので、はい、そこを食らわずにしっかり自分たちのやりたい形を出せるような、はい、自分たちからアクションを起こせるようなそんなアタックを期待したいところです、はい、画面に映っているのはハーフウェイライン、安富がラインアウトボールを入れます。スクラムハーフの海藤、スタンドオフの玉寄せ、あしかしここも京大がしっかり止めに行きます。ボールはまだ東大が持っています。ハイパントも効果的に使いながらという東大、ここは京大が14番加勢がしっかりボールを取っています。
さあ先ほど選手交代で17番の宮田が入ったんですが、宮田選手はインの2年生ということで、兄弟ラグビー部6年目、ね、そうですね、もう大ベテランの、はい、僕も先輩ですけど、はい、そうですね、僕が大学にいた時に、はい、引退直後に、はい、僕が一人でご飯食べたら、はい、練習終わりの、宮田博さんに出会うっていう逆なシチュエーションがありました、はい、これどんな選手なんですか、宮田選手は。そうですね、ちょっと先輩なのでね、言いにくいかもしれませんが、はい、もともとバックスやってたんですけれども、はい、まさかのバックスからプロップへのコンバート、そこなんですけれども、はい、でもやっぱバックスやってたっていうところがあって、体格大きくなってもボールさばきが実はうまいっていうところありますね、はい。じゃあ3番の選手と変わって入ったんですが、ちょっとハンドリングの面も期待ですね。そうですね、はい、下級生にも非常に人気という。そうですね、はい、インの2年生、はい、開く軍団ってよく言われて開く先輩を慕ってる後輩たちが集まってますよね、はい。ここはまた裏を使っていきますが、しっかり東大の14番大山が処理しました。22メートルラインの内側から蹴り出していきました。時間は前半25分に間もなくなるところ、得点は36対17、京都大学がリードしています。東京大学は前半のようないい形での攻撃がまた作れるか。ハーフウェイライン上でのラインアウト、渡辺がボールを入れます。キャプテン、スクラムハーフの野沢、スタンドオフの大鶴、先ほどトライ、13番村上が裏を使っていく、しっかり奥に蹴り込んでいきました。ちょっとキック合わなかったでしょうか、東京大学。やっぱさっきから、まあ、今の村上君のキックもそうですけど、はい、やっぱラインキワキワのところにボールを落とすので、やっぱ東大としてはそこでプレッシャー来てたらなかなかいいキックは蹴り返しにくいなという印象ですね。京大の13番村上のキックでした。再び京大キャプテンの渡辺がボールを入れます。いや、杉浦さん、ここはここはラインアウト、しっかりボールを取りました。どう取り返すかという話が、はい、まあ、ハーフタイムの時にありましたが、ここはラッキーな形、ラインアウトからボールを取りました。あまり飛距離は出なかった。ちょっと逆風にもなっています。そうですね、はい、ちょっと風が厳しいので、ここエリアを取るっていうところが当然テーマになるので、はい、ここをどうやっぱりいい陣地でやるかっていうところ、このハーフ団の腕の見せ所かなと思います。はい、まあ、体格で勝る分しっかり敵陣に入ってという、はい、一つ目安はありましたよね。そうですね、はい、再び渡辺がボールを入れる。4番の佐竹がボールを取りました。角度をつけて入ってくる。14番の加勢がここで待っていました。スピードのある選手です。今年は創部100周年の京都大学、絡まれましたが弾いていきました。いいプレーがあると大歓声の今日のエコパスタジアムです。さあ東大は踏ん張りどころです。緑と黒のジャージ、粘れるか、京大押し込んだ、トライ。後半は京大の時間帯になっています。後半3本目、パワフルでしたね、京都大学のワードリーム。そうですね、はい、脇君から始まったインパクトあるラン、はい、見てて気持ちがいいですね。はい、トライ取ったのは平久さんですかね、先輩の宮田平久さんですね。途中出場、背番号17、京大ラグビー部6年目の宮田がトライを決めました。昨年度もお世話になりました、はい。そして今日はトライの活躍もあった大鶴が正面からのキックです。成功、43対17、京都大学がリードを広げていきます。
そして東大は20番の選手と17番の選手がゲームに入ります。在木と味方がゲームに入っていくということになります。そうですね、味方は、はい、京大のキャプテンの渡辺君と高校時代同期で、しかも、はい、マッチアップするので、はい、フッカー同士なので、そこの戦い非常に楽しみですね。はい、京都大学がリスタートキックを取って自陣でボールを持っています。なお京都大学は静岡高校の選手が、まあ、今日エコパスタジアム静岡のスタジアムでゲームをしていますが、その地元の静岡高校の出身が多くいるということです。でその中で、まあ、今年はレギュラーとして活躍していた荻野選手、静岡高校の出身でこのゲームを非常に楽しみにしていたということなんですが、まあ、先週脱臼があって、今日は、まあ、せっかくレギュラーなんですけども出られないということになりました。荻野選手はどんな選手なんですか？そうですね、彼はディフェンスがとても上手で、はい、とても足が速いのでディフェンスの範囲、カバー範囲といいますか、はい、そこ、そこ強大な人ですね、はい、で荻野君個人的にもね、はい、ちょっと映画一緒に見に行ったりとかとても仲良くしてたので今日メンバー表入ってなくてとても残念ですね。ただまあその荻野選手の分もというナイスプレーが見れてます ね、後半は。あ、ここは東大チャンスだ、拾っていった岩下。さあ後半はまだトライがない東大、一本返せるか。京大も激しいディフェンス、ボールの行方が、その前にノックオンがあったでしょうか。東大のスクラムということになります。敵陣のチャンスですね、はい、東大の狙った形なのでここをしっかり取り切ってほしいなと思います。ちょっと後半は、まあ、トライを立て続けに取られてしまっていますが、スクラムはいいところありましたよね。そうですね、はい、やっぱりフォワードが強みなので、この強みをしっかりぶつけていって、はい、まずはワントライしっかり点差を縮めてほしいところです。はい、途中出場の20番の在木が見えています。この選手はバックスからフォワードに転向してきたという選手です。そうですね、僕がコンバートしてというふうにお願いをして行ってもらったんですけど、非常にメンタルが、はい、チームに対していい影響をもたらしてくれるところなので、はい、このリザーブとして入ってますけどしっかりチームを盛り上げてくれるんじゃないかなと期待します。そのメンタル面でっていうのは在木選手はどんな性格なんですか？非常に発信ができる選手なので、はい、チームを鼓舞してとにかく声を出して、で自分のプレーでも背中で引っ張ることもできるっていうすごいいいプレイヤーなので注目して見ていきたいと思います。このちょっと点差が開いてきたところで頼もしい選手ですね。そうですね、はい、20番が途中出場の在木です。さあナンバー8の木村、外、わずかに届かなかった、タッチに出ました。京大のライン、京大ボールに変わります。後半今30分を超えたところ、43対17京大がリードしています。東京大学は元神戸製鋼キャプテンの大西和弘さんの指導のもとフィジカル強化にとにかく取り込んできたこの数年のチーム状況です。杉浦さん、やはりそのフィジカル面というのはかなりこだわっている部分があるんでしょうか？そうですね、やっぱり体が自信あるとその自信あるプレーが前向きのプレーが出てくるので、はい、こういったところから東大の良さが見せられるかなと思います。さあその敵陣に深く入ってきたところ、アドバンテージも先ほど出ていました。後半まず1本返せるか、時間は30分を過ぎています。緑と黒のジャージ東京大学、おーっと上から行ったか、ボールがこぼれてしまったか。ただ先ほどのペナルティ、アドバンテージが出ていたところに戻るでしょうか。その後にも反則があったか。東大のチャンスは続きます。いや最後は上から行こうとしましたね。執念ですよね、はい、何が何でも取りたい気持ちが見えましたね、はい、そして17番の味方選手もここで見えています。セットプレーが得意な17番の4年生、この選手も体重96キロあります。あ、そしてスクラムを選択しました。このあたりの判断はどうご覧になりますか？そうですね、味方が入ったこともあってスクラム自信ある部分なので、はい、ここで京大の主将の渡辺君との対決が非常に注目ですね、はい、埼玉県の浦和高校で同期だったという両フッカーです。渡辺味方の両チームのフッカー、後半33分になるところ、43対17京大がリードしています。
東京大学は後半の立ち上がりのところ、ちょうどこの辺りの位置でしっかりと相手ボールのスクラムを押し込むというところがありました。今度はマイボール、もう一度押し込めるとそのままトライも見えてくる位置。途中出場の在木も見えています。さあ東大マイボールスクラム、押し込めるか、サイドアタック、レフリーの笛、もう一度組み直しということになりそうです。京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦、静岡県のエコパスタジアムからお伝えしています。追う展開の東京大学ですが、後半残り時間も少ないところで敵陣でのスクラムを得ています。初心者も多いという東大ラグビー部、その中できっちり鍛えてきた体、スクラムにぶつけます。少し押し込んだ、もう一押し、さあアドバンテージもある、紺の壁を破れるか。17番は途中出場の味方、サイドアタック、倒れない、あと1メートル、東大の集団。後半まずは1本返すか、ボールは見えています、横サイドアタック、もうあと数センチと言ってもいいと思います。東大が押し込む、緑と黒のジャージ、粘るか、いったか、トライ。東大後半トライを1本返しました。いや、後輩たちのこの粘り、杉浦さんいかがですか。いや、そうですね、やっぱりこうやってやってきたことが身になるっていうのは本当に見ていても感慨深いものがあります。まあ、本当にあの東大のフォワード陣は大学からラグビーを始めたという選手も多い中で、これだけのパワフルなプレー、すごいですね。そうですね、今トライした3番の笹又も、はい、あの大学からラグビーを始めたということで、はい、そこでこれだけ躍動してくれるっていうのは本当に東大ならではなのかなと思います。この笹又選手は、まあ、身長も183センチと大柄なんですが、体重も108キロ。そうです。どうやってそんなにこう体重を増やすんですか。もうあの、はい、練習中にも食べるっていうところまでやっている、はい、とにかくやっぱり栄養の部分と、はい、あとやっぱりトレーニングで追い込むっていう、とにかくもうその人間の限界に挑むこんなことをやってますね。練習中に食べるってしんどくないですか。しんどいと思います。でもやっぱりそうやってそれが身を結んでこれだけ大きな体になっているので、はい、やってることは間違いないのかなと思ってます、はい、そして京大は19番の宮崎がゲームに入りました。5年生の高原と交代で、グラウンドを去るということになります。宮崎が入りました。水野さんは同い年の高原選手がここで交代ということになりましたが、どんなプレー、はい、今日のこの高原選手のプレーがいかが。いや、そうですね、今日も堅実にいいプレーしてくれましたね、はい、ただここ東大がチャンスを作っている。連続トライになるか、東大抜けてきた、途中出場の選手も絡みながら、東大流れが変わったか、押し込んでいきます。18番の池上も入っています。控えの選手も入りながら押し込んでいく、またこの位置です。粘れるか。いや、杉浦さん、先ほどはここでね、意地見せてくれましたからね。そうですね、はい、続けてここもしっかり取り切ってほしいです、はい、練習中にも食べて大きくなった東大の選手たち。先ほどはここの競り合いで相手を打ち破りました。再びそのパワーを見せてくれるか。17番途中出場の味方、20番は在木、左からしっかり取りました。東大のこのゲーム終盤の粘り、2本目の後半トライを取りました。いや、すごいですね。そうですね、はい、やっぱりこれぞ定期戦っていう感じで、最後までどっちが勝つか分からないっていうのが本当に見ている側は楽しいですね。もうこのチームできるのあと2分とか3分東京大学18番石神アスモのトライです。
間帯でちょっと競り負けてるところもありますから、横山選手は180センチ107キロという非常に体の大きな選手。さあ間もなく後半も40分というところです。兄弟は23番の宮原がゲームに入りました。加えて20番の梅園、22番の柿本も入っています。ハーフ団も入れ替えながらという形になりました。さあもう後半体力もギリギリというところで多く控えの選手たちが入ってきています。その中でフル出場を続ける2番の渡辺選手がチームを鼓舞する声をかけました。さあそして今場内の時計は後半40分を迎えています。本当に中央で東大のスクラムになりました。東大は連続トライがあった後半マイボールスクラムからボールを出してきました。スクラムハーフ海藤、長いパスなんとかつながった。オフロードパス13番西久保、パワフルな西久保が飛び込んだ。怒涛の反撃、東京大学3連続トライ。いやー杉浦さん、そうですね、やっぱり西久保いいですね。ここで取り切ってくれて、はい、あとは時間との戦いなので、ここはドロップキックでボールを狙いに行きました。43対34、場内の時計は40分を過ぎていますがもうワンプレーありそうです。いやこの後輩たちのこの最後の数分の変わりをどんなところが良くなったんでしょうか。東京で、そうですね、やはり意地ですよね。あ、そうですね、こんなところで終わっていいのかっていう、はい、その意地をしっかり見せてくれてるんだと思います。はい、さあ100回目の定期戦、京大東大第100回の定期戦、京大のリスタートキック、点差広げられる場面もありましたが今9点差まで来ています。43対34、場内の時計は40分を過ぎていますが東京大学このいい流れそのまま攻め切れるか。さあ京都大学がボールを取ったが反則がその前にあったでしょうか。あ、ここでノーサイド。100回目の定期戦は100周年の京都大学が43対34で宿命のライバル東京大学を下しました。京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学の定期戦が43対34、京都大学が勝利をつかんでいます。京大前年度キャプテン水野さん、後輩たちの勝利、そしてまあ昨年は悔しい思いもあったと思うんですが、そうですね、どうですか。やっぱ去年負けて終わってる気持ちを分かってるので、はい、とにかく今日勝って終わってほしいなって思ったので、もうおめでとうございますってことですね。はい、今日はどんなところが良かったですか。いや、やっぱり当初渡辺キャプテンから伝えられてたんですけど、こういうラグビーがしたいですっていう、まあ、ディフェンスであったりアタックであったり、はい、あとはスクラムですね、その辺全部自分たちの思ってる通り、はい、100% 発揮できたところかなと思ってます。一方で東大全国の杉浦さん、そうですね、はい、今水野君からもありましたが、やっぱり京大さんのディフェンス、これが非常に良くて、自分たちのやりたいことをなかなかできなかったところが東大の苦しかったところかなと思います。ただやっぱりそれの中でもこの後半の中で立て続けにトライを取ったりとか、すごいいいプレーを見せてくれたので、はい、まあ、なかなか勝利とはなりませんでしたが、非常にこちらも心震わされるシーンがあってよかったのかなと思ってます。今グラウンド上では両チームの選手たちが健闘を称え合っています。まあ、4年間これ毎年定期戦するわけですから、もうお互い顔なじみという選手も多いですよね。そうです去年お二人はキャプテンで、ね、同じように立ち会ったわけですけども、思い出しますか去年のことは。そうですね、もうグラウンドで、あ、やっぱ今年もおるなって思いながらそうですね、2人とも1年の頃から出てたんで、またいるやんみたいな、お互いそんな感じでやってました。はい、さあそしてグラウンド上では盾の授与式が行われます。今日、今年は勝利を収めました京都大学の盾が授与されます。
その言葉通りスクラムを中心にチームを引っ張りました渡辺キャプテンが盾を受け取りに出てきました。グラウンド上では谷村盾の授与式が行われています。大勢集まりましたスタンドのお客さんからも温かい拍手。今年はこの谷村盾を京都大学が持ち帰るということになっています。静岡県袋井市にありますエコパースタジアムからお伝えしてきました京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学の定期戦は京都大学が43対34で勝利を収めるという結果になりました。放送席の解説は京大の前年度キャプテン古里貴弘さん、そして東京大学の前年度キャプテン杉浦貴弘さんでした。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後 B チームの試合も配信を行います。水野さんは引き続き解説よろしくお願いします。杉浦さんはここまでということで解説ありがとうございました。ということで、この辺りでエコパスタジアムから一旦お別れです。この後の B チームの定期戦もぜひご覧ください。